ないっしょ。左行き過ぎたら入っちゃうもんね。おー、いい球だよ。ないっしょ。完璧。ないっしょ。素晴らしい。何番出たの？9。転がして。そっちじゃないか。今ライン見えてたんだけど。もう落ちて。止まい。惜しかった。368メートル。右側にピンある。うん、よいしょ。今日一ね、飛んだね今。触れるようになりました。あと2つしかないけど。みなさん、今日私たちのウェアはリンゴルフの新しいウェアです。リンゴルです。リサちゃんは黄色のノースリーブボーダーです。スカートは横にリンゴルって入ってます。リンゴのマークも可愛い。あとお尻にリンゴル、リンゴルって書いてあるな、はい、で私はグレーのハイネックの普通の T シャツ型、後ろにファスナーがねついてて、スカートはリサちゃんと同じでリンゴルって入ってます。こんな感じです。ちょっとねあまりないスポーティーな感じで、うん、合わせて、ね、合わせてきました。193ヤード。5番ウッド。5番ウッド。届かないのでちょっと左目で。ちょっと上げてるね。うん。じゅんちゃん髪ボサボサだよ。ね。ちょっと運びます。おお。でも届かないですこれは。いやないっしょ今。めっちゃ綺麗だった。運んだでしょ。うん。見とれた。うん、弱いぞ。いやいやいや、ブリブリされてもさっきまで強く打っちゃったから手加減したら全然弱くなっちゃった。ないないない、ないない。うまし。ナイスアウト。バシッと抜けたね。何度目？いや、はいじゃなくて、何打目？2、3、4打目でしょ。そこに落として入れる。そこに落として、あれ？お！おお！見たか？見てるね。ボギーで済んだわ。ほら。近い。最初の羽がこっちに跳ねちゃったから、それがなかったらこれでもパンって打ったらアウトでしょ。はい。何打罰？これパンって入れたら何打罰なの？2打罰とかかな。だよね。なんかだから打たないよ、うん、マークします。いいんじゃない。ナイス。ナイス。ニアピンゲットです。そっから切れる。うおー、来てこい。あー止まった。惜しい。ナイスパーです。はーい、入れ。ドン。ナイス。はい、リサちゃん。はい。昨日はちょっとガタガタしヌメアにヌメア行ったね。の観光したよね。うん、いろいろ行ったね。いろいろ、うん、そうだね。市場行って、うん、水族館にも行って行ったね。めっちゃガタガタしてる。で、うん、なんか丘にも行ったり。あ、そうだよ、丘に行ったね。教会、うん、行ったね。行ったり、うんうん、あと何、なんか落書きがしてある壁のところ、壁のところ、うん、行ったね。
それもちょっといろいろ動画を撮ってきたので、うん、ぜひね、はい、見てください。どうぞ。紹介です。お、もうリサちゃんが中にいました。紹介。あーすごい、天井が高いです。すごくない？父と子と精霊の二宮ってアーメンみたいな感じ。余計なこと言うのやった方がいいかな。以上、教会でした。おー、すげえ。結婚式の撮影してました。ここは FOL の丘。目の前の島がヌー島っていう島なんですけど、昔あのフランスの本国からルケーシュが送られてきて、あそこに収容されてた。うん、だから今でも刑務所の跡地がの、はい、あの島には残ってます。今はなんか大学とか学校関係がたくさんありますね、向こうの島は。この落書きだらけの壁でインスタグラムの写真を撮りたいと思います。はい、水族館に来ました。はい、水族館に来ました。なんかね、日本でもさ、まあ、水族館とか行かないからちょっと嬉しい、うん、確かに。これはムツゴロウだよ。同化しちゃってる。花がいっぱいいます。ちょっとね、目が光ってるように見えるけど、なんかよくわかんないかも。これ魚で楽しい。楽しい。綺麗な魚が多い。そうだね。3匹？うん、そうだ。はい、おすすめと言われているチョコレート屋さん。人ですごい。こんな暑い。何それ？魚？おつまみタイムしたいと思います。美味しそうなチョコがいっぱいあります。店員さんのおすすめのチョコレート、ヘゼルナッツです。塩キャラメルミルクチョコレート。あ、美味しい。うんうん、ヘゼルナッツ。あ、美味しくない？塩。本当、おすすめだけあってほしい。マジで。このチョコレート屋さんに来ました。このアイス屋さんはフランスからです。あんな風にね、お花みたいにアイスを作ってくれるみたいです。店員さんがイケメン。イケメンの店員さんをゲッツ。かわいい。このホールはグリーンまでバンカーが続いてます。どこ？あの看板がある黄色い旗が2本ある、あっち？うん、ところがグリーンだと思う。あ、じゃあこっちに打ってから左に。うん、よいしょ。完璧じゃない？完璧。イエーイ。もう140だけど、お、乗った。イエーイ、青橋さん出た。まあ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 、まあまあまあ、よしよし、入れる気だね。なんでそっちにも。キックが悪い。しょうがないね。しょうがない。オッケーオッケー。オッケー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ここゴルフで出番。18ホール。ラウンド。はいはい、しましたけど、どうでしたか？気持ちよかった。なんか、ね、大草原の中、もう途中、あれ何番ホールでしたっけ？海が17番、17番ホール。もうね、ティーショットから海がずっと見えてて ね、綺麗だったね。やっぱああいうところってね、テンション上がったもんね。やっぱまあここならではの景色なのかなってすごく感じました、うん、で明日なんとまたここで回ります、うん、なぜならば
ここでプロアマの大会があります、うん、私たちもいます。今日ね1回回ったし、うん、明日ちょっとまた思い出してね、思い出しながら復習し、またいい絵が撮れたらね、うん、いいね、うん、ということでまた明日も頑張ります。え虫が来た、まあ、自然だからね、なんせゴルフ場は。はい、明日出るプラマの詳細はこちらです。オーストラリアの LPGA のプラマですね。どんな感じなのか緊張しちゃうけど、ね、楽しんでやろう、うん、はい、明日も楽しみです。頑張ります、頑張ります。明日のプラマのウェルカムレセプションパーティーに来ています。あ、呼ばれました。June and Mihai Dupont. すごい。明日一緒にラウンドする人たちと今写真を撮ったので、本物です。Yes, from Brisbane, Paula O'Reilly.ルールは明日説明できるかと思います。